こちらドキドキです。なんなんだこの角度はと思った人、三脚今ないっす。なんでかっていうと、今からちっちゃいものを見せます。こちらですね、マイクロブロックってやつなんですけど、これ100均のやつ。ナノブロックのパグリです。はい、僕ね、以前ね、海外でナノブロックのパグリ買ったことがあって、結構買ったんですよ、20個くらい。それを紹介したと思うんですけど、系統が似てますね。はい、こんな感じです。まあ今回はですね、こっちのパンダを作るんですけど、普通には作れません。説明書を見ずにパンダ以外の動物、変な動物を作ります。というわけで、早速パンダ以外の動物を作っていきます。はい、てかもはや動物じゃなくなるかもしれないんですけど、いいです。で、マイクロって言ってもどんぐらいちっちゃいんですかね。ああ、ナノブロックと同じぐらいですね。で、まあここに説明書があるんですけど、まあ説明書はいらないですね。はい、こちらです。これらをパンダ以外のものにしていきます。うわー、ピンボケー、モザイクみたいになってる。はい、というわけで作っていきます。早送りをするんですけど、たまに戻したりすると思います。台座はこのままですね。じゃあ早速作っていきます。お、ちゃんとブロック外しみたいなやつがついてる。いいね。作ります。うわ、まず足だね。足はこれでしょ。これにこうでしょ、絶対こう。これ 100% 足は短くしよう。足は短く、あんまりごつい足は僕嫌いなんです。嘘ですけど、まあ、別にそんな好き嫌いとかないよ。で、あ、早送りしないかもしれない。わかんないです。はい、こんな感じ。足こうね。次、胴体ですね。胴体はやっぱ、あ、もっと長く。OK。これ、パープス。パープス。これが腰の部分ですね。かわいい。もうかわいいでしょ。あれ、レゴルクも可愛いじゃん。レゴルクの作品意外といけてるじゃん。ハイカラーって思った人、うん、はい、そうですね、僕もそう思います。パーツ数が少ないからな。もうこの時点で手に侵入していきます。4ブロック、イエティみたいになりそうだな。どうしよう。3ブロック。オッケー。いいんじゃない？ここから黒。からのどうする？どうしよう、わかんない。待って、ちょっと肩に触手生やしてみる。やめとこう、これは最後に使おう。じゃあね、こうしよう。ちょっとボコッとさせよう。このボコッとさせるパーツいいね。あ、可愛くなってきたじゃん。このままじゃ終わらないのがレゴル。こっからどんどん組み付けていきます。どんどんいっちゃうからね。どんどんどうする、わかんなくなってきた。これやめるか。いいや、このままにしとこう。よし、うん、かわいい、めっちゃかわいい。可愛いね、動物ね。
初めて見たよ。僕は動物だとは思わないけど、いいね。このストライプ感、アライグマをイメージしたんですけど、めっちゃいいね。おいいね、いい感じじゃん。で、変なひずめみたいなやつ、ひずめみたいなやつもう一個ないの？やだな、じゃあやめよう。あ、そういう時にブロック外すか。こういう時にブロック外すよ。あれ、どう使うのこれ。あ、使った、使えた。いいね、これ。これ100円でついてるのはいいわ。高得点。よいしょ。本当だったらね、もうしっかりと作れますよ。説明書も書いてありますし。尻尾つけちゃおう。あら、可愛らしい。で、先にこれとこれを挟んで、で、こうだね。よし、かわいい、かわいい、いい感じだね。キュート。そしたら次、顔を作っていこう。顔はね、単純だよ。あれ、あのパーツ、アルマーニがなくなっちゃった。僕アルマーニ好きなんですよ。知らないですけど。コツコツと組み立てる俺、はい、コツコツと組み立てながらも、俺詐欺です。あ、公表しちゃった。俺詐欺。あー、もろいなこれ。あと何パーツだ。3パーツか。間違えた、4パーツ。やっぱブロックってのはね、こんな感じで想像力を働かせればやれることは無限大なんですが、ちょっと手離してきます。だから入れて、腰が痛くなってきた。だから、あ、お風呂開いた。いけー。よし、こんな感じで後ろにこうやってブロ、4ブロでかさ増ししていきます。どうしようかな。ここをこうして、こうして、で、これをこうすれば、ほら、つけると。トゥートゥーパーツがないよ。DT パーツみたい。ほんとにない。ほんとにない。やだ、いやなんだけど。あー、悲しい。トゥーパーツ、あー、トゥーパーツ。いや、どうしよっかな。ここだけ黒にするか。なんか、おい、裏、この動物のなんか裏部分変だよ。
こういう時にブロッカーって使うのか。ブロッカー寿司、よし、オッケー、こうで、こう、よし、で、目をつける。いや、ここはね、あえてね、目を飛び出させるんですよ。これによってやっぱり心理学、やっぱ人の心っていうのは動かされやすいと思うんですね。僕は人の影響を受けやすいというか、まあ人間ってそういう動物だと思うんです。それを生かしたビジネスをこれからねできるかどうかっていう、まあ、そこに、あ、何これ、あ、何これ、これだけはまんねえんだけど、不良ですね。あ、不良ってオーラオーラ系じゃないですよ。こうやれば、こうやればだよ。ほら、かわいいお耳ができちゃった。へい。めっちゃ順調。ああ、もう最悪。ああ、もう最悪。もうやってらんね。ああ、もうやってらんね。てかね、今んところすげえ俺がねやりたいものになってるよ。めっちゃかわいい。まあ原宿の竹下通りとかにこれ大量に売る売店作ったらもう大繁盛ですよね。ほんと、あーかわいい。めっちゃかわいいじゃんこれ。いいわ。でもめっちゃパーツ余るんだけど、いっか。ほらかわいい、目ん玉とかつけちゃって、よし、オッケー。でこの草生えるわパーツ、はい、来ました。はい、草生えるわパーツ、草生えるわパーツにどうやろう、なんかずれちゃうな。くそー。あ、じゃあこっちの目から草生えてます感じにしようか。あれ、あれ、あの左目から草生えてるけどいいの。あ、いいよ。あのこれ別にこれ私なんか、ま、つけまだから。あー最近生えるのあれね。って感じでこれね話の話題になるよ。あ、いいじゃん。え、めっちゃいいんだけど。お気に入り、あ、待って。大豆に入らない。大豆に入らない。とても良き。とても良き。最後に、コブみたいなの作るか。いて。痛い痛い痛い。これいいと思いません？こちらできました。ウガンダ生まれのマーシーちゃんですね。まあ、まあ一応これ、まあ、つけまんをしてるということで、まあ、性別はあれ、あ、待って、まだできてなかった。尻尾がなかった。性別はね女なんですけど、こちらウガンダ生まれのマーシーちゃんですね。まあ、手で歩くんですけれども、まあ、こんな感じでね、まあ、後ろにこのお母さんから入れてもらったタトゥーですね。まあ、尻尾をこんな感じでこうすることもできます。いいですね。まあ、たまにこの取っ手部分をね持ってなんか遊びに使われるみたいな名シーンがあります。こちらウガンダ生まれのマーシーちゃんでございます。とても可愛いですね。
まあこれが気に入った人はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。で、まあこんな気持ち悪いし、もう絶対にこんな吐き気がするっていう人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。で、まあ最後になんですけれども、こちらのウガンダ生まれのマーシーちゃん、この動物を引き取りたいなって思った人はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。そして、地球に生まれた人、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。そして今僕の動画を見て